山口吉郎兵衛は、大阪の山口財閥の当主が代々襲名した名前である。山口吉郎兵衛家の先祖は、江戸時代中期までは、奈良の山口村の農家で、完成期に、半七が竹販売を始め、屋号を竹屋と言った。その子の半六郎は、安永2年に、大阪伏見町の御福省に、奉公の後、天明6年に独立して、御福の行商を始め、 その次男の旧吉郎が、布屋吉郎兵衛制度と名乗り、文政7年に分家し、東丹物商をはじめ布屋の事業の基礎を築き、吉郎兵衛家の初代となった。初代の養子、布屋吉郎兵衛正樹を名乗る。江戸時代後期の商人である。文政2年生まれ、義兄にあたる初代の養子となる。博来丹物商布屋を継ぎ、安政3年から長崎で、 外国商人と直接取引を行い、開園4年に江戸に支店を出し事業を拡大する。幕末に尊能上位派による貿易省への脅迫が始まったことから、文久3年に輸入業を廃業して、布や両替店に業務転換した。明治4年死去。本性は古山。娘の陸の夫に芝、川又衛門。娘の留の婿に山口陣兵衛。娘、 ことぶきがのむこに、山口修三郎。二代目の長男、高三郎として、家営四年に生まれ、三代吉郎兵衛聖雲を名乗り、この時より、山口聖を称するようになった。家督を継いだ時まだ二十歳の若年であったため、義兄の山口修三郎と、山口神兵衛、番頭の西田英介、小のカ助ケらの合議によって、経営を行い、 明治維新後の経済混乱期を乗り切った。明治9年の国立銀行条例の改正を機に、明治12年大阪第148国立銀行を設立し、三代吉郎兵衛が初代頭取となった。明治20年死去。四代目が幼少であったため、山口陣兵衛が頭取に就任し、銀行は順調に発展した。 四代吉郎兵衛4月25日昭和26年10月2日は三代目の次男として生まれ大阪市天皇塾上本町七丁目47番地の山口邸で育った明治20年12月にはわずかに4歳で正七くらいに上されているがこれは言うまでもなく父の三代吉郎兵衛の第148国立銀行の経営に対する恩賞として 父の死去に際して、長男の彼に与えられたものである。青年期は極めて病弱であったようで、明治32年に山口銀行の総理事に就任した町田忠春は、病弱な吉郎兵衛が銀行事務見習いなどせず、費用を惜しまずに養生するよう忠告した。吉郎兵衛は、間もなく回復したが、若い時に病弱であったために、山口財閥の成立後も、 シンボルとして、山口郷氏をはじめ参加の企業の重役として、名前を連ねても、経営の実務は、町田忠春、佐々木駒之助森信之に、東大卒。椎内津三郎の衆と、坂の金道といった、有能な番頭たちに任せ、自らは、風流な趣味を楽しんだ。吉郎兵衛は、明治31年7月に、 営業満期国立銀行処分法案が可決され、父の三四郎吉郎兵衛が、明治12年に設立した第148、国立銀行が満期になると、これを継承して、資本金は四代目吉郎兵衛が全額を出資し、個人銀行の山口銀行を設立し16歳で、当取に就任した。後に、慶応義塾を卒業、町田忠春を共にアメリカなどを歴訪した。 大正6年5月に組織を変更して、株式会社の山口銀行になると同時に、取締役社長に就任した。また、山口銀行の参加にあった大阪貯蓄銀行の取締役3月、東取四4月に就任し、さらに大正8年2月には、日本生命保険の取締役会長に就任している。さらに、山口財閥の事業網が拡大するとともに、 大正9年3月に、大日本火災海上再保険の取締役、大正14年7月に、関西新宅の取締役に就任し、また、昭和3年6月には、山口財閥が買収した天ヶ崎協立銀行の、東取にも就任した。山口邸玄関アプローチまた彼は、美術品収集家として、毎年25万円を限度として、世界中のカルタ、人形、 当時期のコレクションを自分の趣味として買い求めた。また昭和4年に、兵庫県向こう群村芦屋に621坪の土地を買い、山口財閥の投資として、恥ずかしくない豪壮な本邸が安井武雄の設計によって建築された。第二次世界大戦の敗戦後、この山口家本邸と多数のコレクションを基礎にして、財団法人雫水美術館が設立され、 吉郎兵衛の収集した芸術品は散逸することを免れた。吉郎兵衛は個人財産で多くの寄付を行い、それにふさわしい名誉を得た。すでに明治20年12月に解剖費として7000円を寄付し、金星王獣法上を可視されている。また、大正2年6月に、官兵隊社賞木期魂神社建築費として1000円、大正9年8月に、 恩師財団再生会へ5万円を寄付したため、大正10年10月に、根樹法省を可視された。さらに、大正9年9月に、明治神宮法参会へ1万円、大正12年11月に、大阪以下大学新築費として1万5千円を寄付したため昭和4年2月に、根樹法省に付すべき飾り板1個を可視されている。また、日仏文化協会に1000円を寄付して、 フランス政府からのシュパリエ・デュ・ドラゴン、弾南勲章を受けた。社会活動としては、恩師財団再生会、財団法人法公会、日本経済連盟の各評議員、日本赤十字社の将議員、ハワイ教育会顧問は会長、大阪市天皇塾青年訓練所振興委員を務めた。また対象7年の米騒動の際に救済費として3万円。 大正12年の関東大震災の義援金として10万円を寄付し、明治20年から昭和期に至る間の寄付額は38万6千円に達している。山口吉郎表へは昭和25年9月に山口合司会社を解散した後、昭和26年10月2日に死去した。娘婿に、辰馬本家酒造14代当主の辰馬義夫、その長男、辰馬昭夫は、 タツやヤ15代目投手となった。ABCDEFGHIJK 三島康イを、山口財閥の発展と解体から中規模、金融財閥の研究マイナス経営資格1983年18巻2号、P23 から51、2、ドイ 10.、10.5029、BHSJ、18.223、ABCDEFG 山口吉郎表へ、 AB 山口基平、守る人事更新録、第4版、対象4年に1月、ハット ABC 山口基郎表へ ABCD、時事新報社第3回調査全国50万円以上、資産化、官報第百3 5 1号、除人及び、事例1887年12月28日、官報第百3 5 1号、 違法館長事故法省王子法省化市1887年12月28日。ありがとうございます。